技1。綺麗だなと思って。ていはい、えー。パン君のアプローチですね。これちょっと今日。レベル高いことを教えますが、そこが身につけたらめっちゃ変わるっていうアドバイスです。はい、最近ちょっと基本的なことばっかり教えてたんでね。あの、それじゃつまんないっていう人もいると思うので、ちょっと聞いてください。人生が変わる切り返しです。 こんにちは。こんにちは。ちょっと金沢一綺麗だなと思って。はい。金沢一綺麗だなと思って。<laughs> いや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 。いやいや、マジです。はい。もうここでチャンス終わったんですよ。ええ、あの、終わったっていうか、あれですよ。ここ。次第で連れ出せたっていうこと。なんですよ。はい。で。まず一つは、まあ、最初の第一声、こんにちはっていうのは。もうパン君なりにね。 一生懸命喉開いて出したと思います。そこは評価します。ただ。こんにちは。まあ、ちょっと弱いけど。<laughs> あ、あ、もういらないけどね、本当はね。こんにちは。じゃ、やっていきましょうか。こんにちは。こんにちは。こん,ちはこんにちは。ちょっと、金沢市綺麗だなと思って。で、そこでこう、緊張しちゃって、ここで、か、まあ、か、聞きづらいね。 だからやり直すとしたら、こんにちはっつって入ってくるでしょあ。こんにちは,こんにち,はいやちょっと,ょっと金沢一綺麗だなと思ってっていうぐらいはっきり伝えたほうがいいね、うん。いやちょっと石川県とかでいいと思うけどね、金沢って言いにくいなら石川県でいいじゃないの。うん、そんな金沢にこだわる必要ないでしょ。信州とかでいいんじゃないの言いやすい言葉で。あこんにちはいや、いやちょっと信州で一番綺麗だなと思ってぐらいでいいと思うけどね。こんにちは 信州で一番綺麗だと思ってぐらいでいいと思うけど本当に、うんまあ、ここがアドバイスではないですよ。ここじゃないですよ。こんな,こんなアドバイスじゃないです。この後ですよっはい、ここで、ここでもうやらかしたわけですよね。ファーストの入りでよく聞きづらいっていう、え、な,なんてってなってるわけ。ね、で、まあ、なんてってなってるところは、今言ったところで改善点なんだけども、ここってすっごく美味しいリアクションなんですよ。 だじゃあ、ちょっと金沢市綺麗だなと思って、はい、金沢、はい、ていや、今、じゃあ、金沢市綺麗だなと思って、びっくりして声かけたら、は、なんてって今言われて困ってる感じなんですよ。っていうところ、パって持っていけたらいいよね。もうびっくりしましたよ、俺。あー綺麗な人だなと思って、えー、ビビりながらも今、声かけたんですよ。そしたら、第一声が、なんてはなんてって言われたんですよ、俺。 ちゃんだんだんだハマちゃんかと思いましたよとか。ぐらいガッてすり替えれたらいいんだよね。これができたらもうこのアプローチは正解。この子はやられるよ。その気が強い分ガッて面白く言われたらグッてやられるからこれだけでも勝ち負けじゃないけどいけるのよ。うん、で その私がなぜこうまずレベルね高いことは後からできるようになりますかっていうところの意味をちょっと理解してほしいんだけどじゃあこの切り返し今の切り返しをその場でパッて思いついてパッてできるかっていうと多分すぐにはやろうと思ったらできないのよだから最初の入りとかその伝えることとかねさっき石川っての金沢にこだわらないで信州とか もっとユーモアが効いてて、分かりやすくて言いやすい言葉に変えたらっていうアドバイスとか、そういうふうにベーシックなところをちゃんと整えてね、コーデも含めて。で、しっかりと優位性とか最初の絡みっていうところをしっかりと作れるようになったら、今度は余裕ができるじゃん。で、余裕が出てきたら、そういうことにチャレンジしていけばいいってこと。Okay? はいだから、こういう現場でパッてこういう時に、今みたいな切り返しがパッとできる人は、無条件でレベル高いことやってきていいです。 でそういう実力をどんどん聞かせてもらっていいですよ。はい、だけど、今のところを聞いて、じゃあ、現場でパってできるっていう確信がない人は、まだしっかり抑えた方がいい。そっちの方が後が伸びる。うん、っていうことです、はい。ちょっとレベルの高い、あのー、アドバイスになりましたが、まあでも、あのー、多分パン君ならできる、うん。できるようになる。 はい、とにかく今はとにかくそこの最初の入りをねあの自分で自滅しちゃってるから言葉の選びでもっともっとシンプルな分かりやすいまあ俺だったら例えば熊本だったら九州って言うもんね信州とかの方がいいじゃん響きもいいし金沢って言いにくいもんうんご飯美味しいけどねという感じですでは添削終わりますありがとうございましたご視聴ありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いします